皆さんこんにちは。私は今サウジアラビアで2回目となるサウジアニメエキスポに来ています。サウジアニメエキスポでは大会や仮装イベントやライブショー、また日本式レストランなどがあります。それでは中の様子を見てみましょう。初めてサウジアラビアに来て、で、まあ、サウジアニメエキスポをやりました。その時はとにかく日本のアニメファンがこんなにいるっていうことにまず驚いたんですけども、その後残念ながら、まあ、コロナの関係で、サウジアラビアに来ることはできなかったんですが、今年の、5月に3年ぶりに来まして、そこからもう 3,4 回来てるんですけども、とにかく驚いたのはまずリヤドの空港がすごく変わっていて、それから街の中の活気もですね、ビルディングも、コロナの間でもサウジアラビアってすごく動いてるんだなってすごく感じました。でアニメに関しても、相変わらずその熱量が高くて、まあ、今回このアニメフェア、アニメエキスポが始まったらもっと分かると思うんですけども、とにかくやっぱりサウジアラビアからの日本のアニメのニーズっていうのが、具体的に数値は分かりませんけれども、すごくその高まっているというのは肌ではすごく感じています。なので今回その、まあ、アニメエキスポを通してまたサウジのアニメファンと、お会いできることはすごく楽しみでございまして、すごく期待をしております。